スバル、フォレスターをフルモデルチェンジし、11月13日より販売を開始した。4代目のフォレスターでも N8 ターボ仕様が用意されている。新型フォレスターのボディは現行モデルと比べ全体的に拡大。前幅はプラス 15mm で 1795mm、 全長はプラス 35mm で 4595mm で、前高はプラス 35mm で 1735mm だ。トップグレードの XT に搭載されるエンジンは、先にレガシーで採用された 86mm×86mm のスクエアストロークを持つ FA20 型直噴ターボ DID、 フォレスターへの搭載にあたり若干デチューンされ、 280PS35.7kgm のアウトプットとなる。レガシーは 300PS40.8kgm。 ターボ車のトランスミッションはレガシーと同様にリニアトロニック CVT のみで、 MT の設定はない。NA ラインアップでは 2.0IS アイサイトが新たに追加された。ベースグレード 2.0i と比べ、18インチホイールやパワーリアゲートなどが装備されている。スバル初となるパワーリアゲートは、高さ調整メモリー機能を採用し、